風呂上がりでちょうどいいからさ、そこに体重計用意しといたから乗ってほしいんだよね。ん？どうした？は？そんなわけないだろ。さっき俺が試したとき使えたんだから。なんだよ、ちょっと雰囲気出してやってんのに、こっちは。ああ、それちょっと裏返して。で、電池交換しよう。電池交換。なんかLO って表示、ローバッテリーって意味で電池切れみたいなんだよな。それにしても、お前がこの乗ったタイミングでなるかね。タイミングよく。何千回に一回だろう、そんな電池切れになるタイミングって。電池あるか？単三電池4本だよ、単三電池4本。もしなかったら買いに行かなきゃいけないぞ。めんどくさい。どう？ある？単4とかいっぱいあるけど。1本と違うの3本、まあ、ちょうどだな。どういうこと？お前が持ってる人間なのか持ってない人間なのかわからんわ。たくすぐなんかトラブル起こすんだから、お前は本当に何なんだよ。その1本だけ違う感じとかさ。どうだ、使えるか？ちょっと試してみて。お、え、うるさいな。設定すべて戻っちゃってて絶望してんじゃないよ。つうか声出すなよ。2013、いつ買ったかバレるな。まあいいや、じゃあ日付とかなんか設定やって、ちょっともう一回測り直すぞ。落ち着きなさい。わかってる。わかってるから。まあね。確かに風呂上がりで、なんかわかんないけど、体脂肪系の、その数値？足の裏からなんか情報を取るみたいな、その辺の数値は
何回もやればなんか変わるのかもしれないけど、まあ、多分体重はそんな変わんないはずだよな。まあ他のも誤差の範囲にするにはちょっとやばいけどな。そもそも YouTube を始めた時のお前の体型と今のお前が違いすぎるのよ。気づいてるかどうか知らんけど。ってことはここ半年なのよ。まあちょっとこっち座れ。何がそこまでお前がショックなのかっていうと、おそらくね、その半年の間に自分の思ってもない体重になってるからってことだと思うのね。お前自分が何キロだと思っていつも生活してたの？ってことはどっちにしろお前は70ちょいぐらいの感覚でいたってことだな。多少腹出てきたなとか思ってはいても、まあそれがリアルに10キロ違ってりゃそりゃショックだわな。かわいそうに。うん、あるよ。誰だと思ってるんだよ、俺のこと。聞く？後悔しないか？じゃあ簡単に説明するからな。まず、お前も言ってた2年前ぐらい、授業を辞めて借金があったお前は、1日1食生活続けてたな。それで60キロ台までになっちゃったんだろ？ってことはこの半年自堕落な生活で体重がめちゃくちゃ増えたとはいえ、お前には1日1食生活で痩せた経験があるんだよ、すでに。さらに今月1ヶ月1万円生活の企画を心入れ替えてやってるっていうのもタイミング的にベストなのよ。ダイエットの企画もそれと並行してやることで、同じ我慢系の企画なだけにどっちもモチベーションにつながるわけ。題して肉体改造企画1日1食ダイエットやってみた。ちなみにこっちの企画も無理して痩せるわけじゃないから、ちゃんとその日の一食を食べた証として、それを撮った写真をツイッターに上げてもらう。何のために作ったか分かんなくなってる使ってないツイッターあるだろ、それも活用できるし。早速今日からだぞ。じゃあそんなにすぐ結果出ないから、月に1回ぐらい報告するようにしようか。うっさい。